こっちは自分で行き来してもらう。これちょっと怖がりでできる。あ、そうみるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。アトリスリーナです。今回は真野さんのお車モック1見ていこうと思います。はい、体験していきます。真野さん、今日よろしくお願いします。で、ちょっとじゃあ外観の方から。そうですね、外観の方から。基本はエブリーなんですよね。だけどね、ちゃんとサイドオーリングがついてますね。あと上は何が乗ってるんですか。ソーラー。ソーラーが、手作りソーラー。あとね、中から可愛いワンちゃんの声が聞こえます。あ、本当だ、ワンちゃんが。ワンちゃん出てきました。可愛い。で、マイカーを見ると本当シンプルな。はい、前から見ると、あ、37のロゴが入ってますね。シンプルな感じで、本当どこにでも乗っていけそうな感じです。で、なんか中がすごい DIY をされてるということで、でご紹介お願いします。どうしたらやば。あ、なんか出てきますか。いや、すごい、ちゃんとね。あ、吊り下げ式なんですね。もう前も出てきて、もう儲けるように、はい、眺めた。運転席用の板も自分で自作されてるんですか。もともとはこれ、どこに作った板なんですよ。あ、はい、でも、一応バッテリーつけてもらったんで、はい、その時にも専用につけた。あれ、あ、そうなんですね。すごい、このワンちゃんたちの空間もすごいですね。もう、そうですね。ワンちゃん2匹ですか。犬種はマルチーズ。マルチーズさん。そうなんです。8歳になります。どっちも8歳になります。あ、どっちも8歳なんですね。元気8歳だけど、なんかいろいろこの辺も、ね、すごい工夫されてますね。このタラも自分でつけました、ね、自作ですか、タラ。そうです。すごい、自作の棚なんですね。あ、で、閉まるように。え、どっからどこまでが自作なんですか。この蓋はね、蓋というか、もともとついてたやつなんですけども、はい、自分でこう蓋がこう止まるように、開放できるようにつけただけです。意外と両手でこう物取るときにこう、そうですね、降りてきてですね。邪魔ですもんね。邪魔ですよね。それでつけてきて。ああ、なるほど。これは何ですか。あ、これライト。あ、ライト。これもご自分でつけたんですか。はい、つけました。で、その隣はテレビですか。これはテレビですね。で、転がって向こうから見れるよ。いいですね。で、こっちにはオーディオも乗っかってます。もともとは前のテレビをここで見てたんですけども、はい、いちいちこう寝てる時に切ったり入れたりするのに前まで行かないといけないんで、はいはい、どうかならんのかって言うなら、今度ここにつけましょうかって言ってつけてもらったら、そうなんですね。はい、ここでね、リモコンで使えるように。おー、なるほど。結構このリチウムバッテリー入れると容量が大きくなるんですか。ですね。どれぐらい違うというか、どれぐらいの容量があるのか。これで1000ワット。1000ワットもあるんですね。はい、だけ、家電やったら、少々のものやったらもう使えますからね。すごいですね。はい、安心の時代ですね。ですね。で、走行で充電されたりとか、ソーラーも充電されたりとか、そうですね。はい、できるんですね。あ、そうなんですね。で、寝るときは真野さんはどちらでお休みになられるんですか。いや、これはもう下に引いてここで寝ます。あ、そうなんですね。じゃあ、真野ちゃんたちと一緒にここで寝られるんですね。邪魔なときはもう前にやってしまう。あ、真野ちゃんたちは前に、はい、やってしまうけど、大概も一緒に寝てます、ね。ああ、いいですね。じゃあ、お一人とワンちゃんだったら余裕な感じですね。ですね。通常はお一人で使うことが多いんですか。実は1年半前に女房が亡くなったんですよ。ああ、
いやだー、どうだったで、それからもう一人になってしまったんです。そうですよ、自動的にあ、そうだったんですか。でも、いい思い出も一緒にね、そうですね、乗せていけるからいいですね。じゃあもう本当、自分でゴローンってなれるし、ワンちゃんもそばにいてくれるし、ね、寂しくないですね。他になんかどこかこう変わったとこですか。これ、実はですね、はい、この金具でですね、はい、ここをこう、あの後ろを締めて、はい、この板までピタッとつけて、はい、ここでこう、さっきのワイヤーを止めるようにして、で、ここ周りを、網というか、網戸みたいな、はい、だからあの、バランスでもちょっと風が後ろから取れるように、あー、そうなんですね。あの、中からしか開けられないように、きちっと。おすごいすごい、そういう仕掛けがあったんですね。はい、だからここからこれ板もだから虫が入らないようにきちんと。きちんとここのサイズに合わせて作って、はいはいはい、あ、だからこのへこみとかなんであるんだろうって思ったのは、そのためのへこみがちゃんとあるんですね。だから締めたらここがちょうどこうまっすぐになる感じなんです。ここはちょっと遠い。ああ、なるほど。なるほど。ちょっと一回締めてみて。でこれで下がちゃんとそのワイヤーにつながれて固定されるのと、はい、あとこの脇にちゃんと、網を張ってあげるから、はいはい、虫も入ってこない。快適で風だけ入ってきてくれる、はい、あ、いいですねあ、こんなこともできるんですね。道の駅なんか取り取ってるね、こう開けたままじゃちょっと見にくい。そうですよね、そこ安心ですね。ありがとうございます。すごい、結構いろいろ詰まってますね。これなかなかここをきっちりね、できるっていうのはないから。あ、ソーラー。ソーラー、でも横から開けたらいいんだよ。要するに何も自分で作ったよりは、線をかわして、ここからこう中に取ってるだけで。あ、でもそのソーラーから の, そのちゃんと線をこう這わせて、ここまでつなげるのをご自分でやったんですか。はい、まあ、自分でやりました。そうですか。なんか電気関係強いですね。いや、全然いないけど、すごい。意外とできるもんなんですね。できますね。ちょっと前の方も拝見できますか。みるみるランド。ワンちゃんが快適なように。あ、かわいい。すぐ出られないように安全ですね、これだと。あ、でここ行き来を稼いで自分たちでできるんですか。あの、こっちのこっちは自分で行き来してます。これちょっと怖がりでできない。あ、そうなんですか。そうなんですか。あの、下はマットが敷いてあって、ちょっとマットですよね。あ、そうですね。ちょっとなんか快適な感じで今ね、ワンタイやめろ。ちゃんとこういうファンがね、ついてたりとかします。あ、これもね、自分で作った。自分で作ったんですね。あ、すごい、移動する。お手入りするとき邪魔になるからですね。ほう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 。で、こう閉めたときに、ちょっとこの網のところから、この硬いとこが効いてて、硬いとこ排気で。あ、すごい。で、効くように。磁石でくっつくないんですか。あ、磁石なんですか。そうなんですね。それで移動ができるんだ。で、ちゃんと両側にあるから吸気と排気ができて、常に新しい空気が換気できて、ワンちゃんたちにとってもすごくいいですね。音以外とかちなみに大丈夫なんですか、ワンちゃんとか。あ、もう散歩。散歩の時にちゃんとするんですね。あ、賢いですね。今までどんなところに行かれましたか。これで一番琵琶湖。え、琵琶湖まで行ったんですか。はい、すごい、結構長旅ですよね。ですちゃんとワンちゃんたちもお利口さんにしてらっしゃいますか。してますね。あ、そうなんですね。でそういうなんか飼い主さんと似てるところがあるんですよね。嬉しいですね。
ってて、うん、ここからね出入りができるんですよ。なのでご主人さんが来ると、おお。いい子にしてますね。あ、ですごい、ここにねドライブレコーダー的なものがねいっぱい。そうだ、いやこれはすごいな。旅に特化してるというか、すごいいい作りになってると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。おばさんのモックがあるんですよね。